新軍するファシスト党員ローマに入場したファシスト党員1922年ローマ新軍とは1922年10月にイタリア王国で起きたベニートムッソリーに率いるファシスト党及び民兵組織クロシャツ隊による政権獲得のためのクーデター計画のことであるムッソリーには直接行動による政権奪取を目指していたが軍による様々な妨害活動や 党員間の連絡の不行き届きなどから、計画の多くが未遂に終わり、国王ビットオリオエマヌエーレ三世よりムッソリーニに、祖閣の命が下ったことで、実質的に、無血クーデターとなった。1922年10月24日、ファシスト党は、ナポリで党大会を開き、黒シャツ隊を集結させ、首都ローマへの進軍を命じた。また、軍の一部も、 密かに協力姿勢を見せた。ルイージ・ファクタ内閣や軍部の主流派は列車で向かってくる反乱部隊に対し武力による制圧、つまり内戦によって解決しようと試みたが、戒厳令の発布を好まなかった国王によって退けられ、ファクタは辞任に追い込まれた。それまでにムッソリーニは進軍の失敗を覚悟しており、スイスへの亡命の準備をしていたという。 10月29日、黒シャツ隊は首都ローマへ無血入場を果たし、国王は同日、ムッソリーニに組閣の対面を下した。1年後の1923年11月、ドイツにてアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党がローマ進軍を参考にミュンヘン一揆を起こす。1926年5月にポーランドで ユゼフ・ピウスツキが起こした、権威主義軍事クーデター、5月革命も、ローマ神軍を研究した上で起こされたものだった。このように各国のファシズム団体による、ローマ神軍を模倣したクーデター事件が続発した。そのほとんどは未遂に終わるか、防御の段階で摘発されている。ありがとうございます。